デトロイト・ウルバリンズデトロイト・ウルバリンズは1881年から1888年までミシガン州デトロイトを本拠地としメジャーリーグベースボールのナショナルリーグに所属していたプロ野球チーム。球団は1881年に当時のデトロイト市長ウィリアム・チー・トンプソンの提案により創立された。トンプソンは1879年にデトロイトに 本格的な野球場となるレクリエーションパークを建設、その後1880年に規則違反によりナショナルリーグを除名されたシンシナティレズのフランチャイズ権を取得し、デトロイトを本拠地とするプロの野球チームを結成して同年ナショナルリーグに参加した。最初の2年はデトロイト市が球団を所有していた。勝率5割前後を維持していたが、 1882年オフに市長が球団をビジネスマンのジョセフ・マーシュに売却すると成績は低迷し、1884年シーズンには深刻な得点力不足に悩まされ、チームは28勝84敗と散々な成績に終わってしまう。1885年に新たに球団のオーナーとなったフレデリック・ステアーンズはウルバリンズの一大補強に乗り出した。 彼はこの年の8月にバッファロー・バイソンズのフランチャイズ権を買収し、バイソンズに所属していたスター選手たちを次々とウルバリンズに送り込んだ。特に、ダンブローザース、ジャックロー、ハーディ・リチャードソン、ディーコン・ホワイトの4選手は、当時、ビッグ・フォーと呼ばれた。スター軍団に生まれ変わったウルバリンズは、1886年シーズンに7割以上の勝率を残し、 投手レディ・ボールドウィンは、チーム勝利数の半分近い42勝を挙げて、リーグの最多勝利投手となった。翌1887年、ウルバリンズは、ついに、ナショナルリーグを制覇する。この時のメンバーには、上記の4人の他に、名2類種だったフレッド・ダンラップや、チームの生え抜き選手として成長していたサム・トンプソン、後に名監督となるネッドを反論などが名を連ねていた。 しかし球団はこれら高級な選手を長く抱えられるわけでもなく、翌1888年シーズンの優勝争いから脱落すると、抱えていた選手を放出し、チームもナショナルリーグから脱退した。球団は、その後1889年から1890年にマイナーリーグで活動し、1890年に所属リーグが消滅した際ともに、 チームも解散した。ありがとうございます。